雨の夜、武蔵野刑務所から2人の男が脱獄した。同時刻、警視総監の孫は消えた。二重誘拐、ルビートラップの謎に翻弄される刑事たちの逆戦術とは何か。金はできた。孫は無事か。ああ、元気だ。金はすぐに用意をする。明日午前9時に晴海の第七埠頭へ持ってこい。推しの動機が総監への個人的怨恨とは考えられない。それになぜ身の代金にドルを要求してきたか。これおそらく犯人は警察そのものに対して極度の恨みを持つものではないでしょうか。西部警察パート2、消えた身の代金、ご期待ください。謎は謎を呼び、そして謎になる。